どうも、向井ワンダーランドです。実は僕ね、18歳19歳の時に船の学校に行ってたんですよ。要は船乗りを養成する学校、まあ、愛媛の今治にある学校なんですけど、そこの寮に入ってね、あと船の上で訓練したりとか、まあ、それで2年間過ごしたわけですけども、その話をしたいと思います。今日もね、片山さんが来てくれてます。どうも、2年片山です。あ、もう鼻声でね、もう花粉がすんごいんでね。余裕だね。俺余裕よ。俺マジ中2の時に花粉症克服したけん。中2まではひどかった。ちょっと差し支えなければどうやって克服したか教えてもらって。もう、こう、鼻息を荒くすることでもう入ってこんようにしたね。そっからあんまり、ほんま中学がピークで、ね、いいよ、花粉の話。とにかくちょっと船の学校の話をしていきたいと思います。すごいな。それは資格が取れるとこなんですか？資格が取れる。要は船舶免許。うん。まあ、ざっくり言うと船を操縦する資格。うん、まあ、ちょっとね、ややこしいよ。車みたいに運転免許って感じじゃないけん。要は航海士、機関士。うん。この二人が船を操縦するため、要はでっかい船ですよ。うん、フェリーとか。操縦するのに必要な、要は資格なんですよ。はいはいはい、機関士の資格と航海士の資格。うん、その二つが取れる学校。同時に。なるほど。2年間で。おで、俺実はまあ、4級会議士っていう資格名なんだけど、うん、の航海と機関持ってるんですよ。航海士と機関士ができるんですよ、実は。どっちとしても、そのでっかい船に乗れる資格。そうそうそう。どっちかでももちろんできるし、うん、実際どっちかしか使わんわけよ。なるほど。うん、航海士だったら航海士でやっていくし。けど、うちの学校なぜか2つもらえるっていうね。お得だ。お得。まあ、プラス、海上特殊無線技士っていうのも取れるし。要は、無線する。無線をこう使える。あれも免許いるの？無線いるの。あれ、無免でやったらもうダメ。なんかダメなことあんの？無免でやったらダメ。たまにヤンキーが無免でやってるけど。無線を？え？無線。無免で原付乗っとるノリでヤンキーがやってるけど、あれダメなの。そんななんか技能派のヤンキーいないけどな。うん、無線やっとったらもうそれはもうダメない。じゃあ、ああいうのも全部資格取れる学校で。へぇー。アーク溶接も取れるし。まあ、とにかくお得な学校で、ね。溶接も取れんの？溶接も取れる。なんでもありじゃん、もう。そう、俺溶接の資格も持っとるんですよ。全然できんけど、俺めっちゃ怖かったっけ、あれ。ビビりじゃけん、俺もう。こんなの。怖かった。こんなやつに免許あげちゃダメだろ。もうここ。アーク溶接って知ってますか？ピカピカ光るやつ。はいはいはい。あれね。マスクつけてる、ね。そう、あれを、肉眼で見たら、3日間ぐらい涙が止まらなくなるっていうね。肉眼やけどするって言われて。夜寝れんなるっていう。マジで？まあ、めっちゃひどいんですよ。もう俺、それ怖いけん、もう。それ逆に横から入ってきそうだけど。歯は何だろ、それ。もうすごいね。もうほんま、うん、まあそういうのいろいろ習うわけですよ、その学校は。もうすごい幅広く習うけんね。すげえわ、うん、まあそれは愛媛県の今治市にある学校だったんだけど、うん、まあまあパッと言えば知ってる人は知ってる、うん、まあ国立浪方海上技術短期大学校って、まあ2年生なんですよ。でも2年でその資格が全部取れる、ね、短大なんだね。短大珍しいね、短大か、うん、楽しかったよ。だけど18で高校卒業してその学校行って、うん、でもうその高校卒業した春休みってめちゃくちゃ遊ぶじゃん、うん、もう朝までうわーってみんなで遊ぶわけよ。もう卒業したし高校、うん、わー言うて、でそっからいきなり廃入学で寮生活が始まるよね。あ、寮なんだ。寮よ。いきなり2人部屋。多い時は4人部屋になるし。2年間ずっと寮？そう。あ、あと、そのうち9ヶ月は、要は、訓練船に乗って、船の上で訓練するんだけど、それはまたね、前の動画に上げてるんで、その時の話はまたそれで見てください。なるほどね。ね、今回学校の話なんでね。で、入学してね、いきなり6時半起きかな。で、朝体操してね、朝掃除してっていう。で、夜10時になったらね、9時かな ?10 時か、うん、12時かな、ブレーカー落とされるの、うん、だから携帯も充電できになるし、寝るしかなくなる。あれがめっちゃきつかったね。ほんまきつかった。俺も入学して最初の1週間は毎晩泣いてたね。もうほんまに、うわー寂しくてね、ホームシック。知り合い一人もおらんわけよ、入学して。もう全国から集まっとるけ。そうか、うん、まあ基本的に西日本の人が集まっとんだけど、もう誰一人知らんけん、遠くから来てる人とかもいたの。沖縄から来てる人もいたし、でもうね、もうまあなんとか仲良くなるやんか、うん、けど地元が恋しいわけよ、寮生活で。うわ泣いて、もうめっちゃ泣いたね。で俺入学して3週間目で親に電話して学校やめ、うん、もう、うん、やめたいっつった、学校
今思えばメンタル弱すぎるだろ。3週間メンタル弱すぎるだろう。けどさ、旅行とか一人で行ってさ、いやもうね、わけが違ったよね。俺の中でちょっと経験したことない辛さでね、あの、もうほんとね、授業は1日6時間あるでしょ、うん、で、いきなりめちゃくちゃ船の勉強なわけよ。うん、もうその、どういう授業なの？朝6時半に起きて、うん、で、ご飯も出るの、まあ、ご飯は寮の飯食って。で、ほんで、まあ、学校すぐそこやんか。50メートルぐらい離れたところに学校があって、うん。で、教室入ったら。もういろんな科目があるんですよ。うん、例えば、あの、船というものをまず知る。それなんていう授業？運用。運用船の運用、要は荷役、こう何を運んでとか、はいはい、あと船のあの部材の名前ね、ここあのここがなんというバルバスバウっていうとか、バルあの船の下っぽって出たの分かる、顎みたいにこう、あれバルバスバウっていうけ、あれバルバスバウ、あれ何のためにあるの、うん、それは波の抵抗をこう、抵抗、ああそうなんだ、あれバルバスバウ、あれバルバスバウっていう、俺ノートにバルバスバウって書いて、でそういうのを習うのが運用、あと航海計器っていうのもあって、ね、公開景気レーダーの使い方とか、あのいろいろあるやん、船の中に設備めちゃくちゃあるわけよ、いろんな設備が、あの GPS とかね、はいはい、VHF とかああいうのを全部こう勉強する、公開景気、あとあの法律ね、法律、うん、海事法規っていう海の法律があるわけよ、なるほど、車と一緒で、うあの船は右側通行とか、はいはいはい、であと V のあのね、こういう V がどうとか、あと海図の読み方、 V っていうのはあの浮いてる、浮いてる V がこういろいろ意味があるの、それ以上あの行くと危ないですよとか、これを右側に見て通行してくださいとか、なるほど、そういうの全部めちゃくちゃ幅広い、ほんまに幅広いけどね、あのロープの使い方とかね習う、結構ロープ実技として習うの、実技、いろんなロープのなんかね20通りぐらいあるの、俺マジ一番下手やったけどね、簡単でほどけないやつ、ね、そう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 、あのボーラインノットとかね、そういうのがあってね、クラブヒッチとかそういうのグワー習って、分かんないです、もうめちゃくちゃ幅広い、でそれは航海の勉強じゃけどね、プラス機関もあるわけよ、エンジン の仕組みとか、あ、じゃあもっと理系というか理系、エンジンの仕組み、うん、あともう機関室のエンジンルームにあるいろんなもの全部こう仕組みを、で壊れた時どこが悪いとか、そもそもエンジンの付け方とか、そうか、修理とかまでできる、全部自分でやらなきゃいけない、あとあの冷凍装置とかも勉強するけどね、冷蔵庫の仕組みとか、それなんでな、壊れたら直さねえけど、冷蔵庫でっかい冷蔵庫あるよ船に、はいはいはい、壊れたらもう一時業者呼ばんわけよ、もう機関士が直すんですよ、すごっ、そうやろ、配管とか壊れたら全部機関士が直すの、ええそれ業者じゃないんだ、業者呼んでられ、もう仕事ストップする、業者乗せるわけにもいかないの、業者やむやん、そんな急に乗せられて次港着くまで乗っててくださいだからもうあの業者乗せれんけ、基本的にエンジニアは要は機関士、何でもできんにはダメない、え、じゃあそのキッチン系のなんかそういう、もう壊れたもん、直すの、うん、すごいよ、調子悪いです言うたらそれもちょっと見たりしてね、え、体の調子悪いです、え、そういうのも、嘘です、そうかいでもほんまに何でも屋さん、うん、エンジニアは正義とかはまた別だもんね、それはね、そうそうそう、うん、そういうのをまあもうブワーって夕方まで勉強して、うん、あとあれもあったね、お昼とかはどうですか、で昼休憩があるけん、それはあの昼寮のおばちゃんがね作ってくれるわけよ、それご飯も全部出る、うん、3人のおばちゃんがおってね、寮に、もうすっごい元気いいわけよ、今もやっとんかな、で100人ぐらい生徒がおるけん、同級生、うん、100ぐらい春巻きとかむっちゃ早いわけよ、もうそこ何十年もやっとるおばちゃんないけどであの右から取ってほしいわけよおばちゃん、うん、こう来た順番に、はいはいはい、でかいやつみんな選んで取ろうとするやん、ああ選ばせない、うん、右から取ってーって言うの、これ見とるよこれおばちゃん、それおばちゃん右から取ってーって今も当たれてんの、今もうおるんじゃない左から取ろうして右から取ってーって右から取ってっていう、これねそこの学校通ってた人は多分分かると思います、右から取ってこれなんて呼んでた、それはん、俺らボスって呼んでた、ボス3人おばちゃんがおって見るからにボスっぽかった、右から取ってよボスなんだ、ボスなんかボスっぽい見た目で、でうまかったよ寮の飯は、あのカロリー重視で作っとるらしいけ、でもその寮の飯あれですかね、1000円ですからね、1日食費1000円、あ、じゃあ取られてんだ、もちろん取られるけど1000円1日で朝昼晩で、そう大量に食って、でまあね、本当勉強はねとにかくこう習うことが多かったんだけど、もちろんその船系のさ、うん、もの以外もやらないの、やら、それはやら、あ、もう途中から英語とかやりだすしね、
海外の船とこう無線やり取りするときに、その要はハローみたいな、これ習うんじゃけど、もうちんぷんかんぷんよねみんなね。それ英語にまでその頭が回らんというか、そのただでさえ名称覚えてない、いろんなのがあるのに英語にしようだってな、うん、みんなこんなもん。あとあの料理の授業もあったね。え、料理の作り方、船に乗ったらタグボートっていう船があるんだけど、うん、タグボートってわかる、あのでっかい船を押したり引いたりこう引っ張ったりする船、見たことない、タイヤがいっぱいついてこう、あれは新入りが飯作るの、上司の。それタグボートのルールだ、ルールね。これはもうどこ行ってもそうなんだけど、で料理作れるように言って、ちょあのなんかその今治のなんかあのあれやん、調理するところ、うん、キッチンみたいなの借りて、もう男しか、もう女性用におったけど俺の学校もう男ばっかり、もうみんなめちゃくちゃふざけるわけ、もうとにかく田舎なわけですよ、学校があるのが、うん、もう何にもないんですよ、うん、ほんと山奥に囲まれて、やることといえば俺らは近くのなんかこう池にブラックバス釣りに行ったり夏はチャリこいでちょっと離れたとこ海泳ぎに行ったり、休みの日もあんのか、休みの日、土日は休みだっけ、うん、で学校終わったらみんなで、夏は楽しかったらチャリブワー乗って海ブワー泳ぎに行って、で最寄りのねコンビニまでチャリで 2、30分かな、うん、坂ブワー越えていくんだけど、もうそれ遠いじゃん、チャリ2、30分ちょっと行ってこようって距離じゃない、ね、でちゃんとあるんですよ学校の近くに、うん、あのハブヤっていうね八百屋があってね、ハブヤ、八百屋、八百屋というかまあほんま地域の人が行くような商店みたいな、でおばちゃんがおるんだけど、ハブバーって呼んだったけど俺ら、いらっしゃいっていう、これニトリよこれ、はいらっしゃい、はいこれ、はい300円っていう、うん、めっちゃ似とるよ俺でこれわかんのこれ、そうハブ屋にみんなグラー買いに行くんよ、ご存命、いやこの前一昨年行ったらおったわ、いたの、覚えてますって聞いたら、あー覚えてるねって、覚えとんかい、覚えてんの覚えとんかい、覚えてなさそうだけど、まあでも最終的にはやっぱ覚えてないねみたいな、気ぃつけて気遣ってくれたみたいでね、覚えてなかった、あそこ行くと何言ってんの、え、それ買っていいの、いやもちろん、もうほんまジュースとかお菓子とか売っとんだけど、そこ行ってねみんなお菓子を買うわけよ、うん、その寮で食べる、寮で持てていいんだ、持ち込んでいい、もちろん寮はもう好きにプライベート空間だけど、あそうなの、みんなポテチとか買ってね、でそこであの俺あそこで初めてかな、ウグイスパン買ったの、そパンのレパートリーがちょっとね、あのハブヤはいい店ですけど、うん、レパートリー少なくてね、俺行った時びっくりして、ウイスパーってあれだけずんだみたいなのが、ね、緑のが入ってるの、俺初めて、でもなんかコンビニとか行ったらいっぱいある、うまいうまいよね、はい、ね、ウグイスパーンってハブヤのおばあちゃんもでもほんとね、ハブヤのおばあちゃんは俺ら見たら分かるわけよ、作業着着とるけ、うん、作業着着ていつも行くけ、アメリカのことだから、サービスしてくれてね、うん、はいこれ食べんさいとか言ってリンゴくれたりとか、で乗船実習っていうちっちゃい船があってね、学校が持っとる、うん、そこで夏とかうわー訓練するよ、ほい機関室とかめっちゃ暑いわけよ、うん、そこで訓練しても夏もうわー喉乾いたいで、ハブヤ行こう言うて、ハブヤ行ったら、あーい言うてスルメイカをこう、違う違う違う、スルメイカーい持ってかれる、もうみんなもうハブヤのおばあちゃんよりシワが増えとったね、あの時みんな知らねえ知らないよ、おいしいかねーって、でもいいおばちゃんでね、もうそこのハブヤはもうほんまみんな行きよったね、すごいね、それいくつぐらいだったんだろうな、その時の、いやもう70、まだ生きてるの、変わってなかったよ、あそう、うん、もうだって俺が学校った頃の教官がね、うん、20年前の卒業生なんだけど、ほうほうほう、その頃からハブヤはもちろんあったって、みんな行くあそこ、その時から、うん、もちろん、はい300円って言うね、右から取ってーと、はい、この二人はもう、この二人は全員モノマネできる名物、いやでも楽しかったね、でも休日は土日は休みじゃけ完全に、うん、ただ寮には戻らんねやけんけ、でチャリで1時間ぐらいバーこいだら、うん、今治市内に行けるんよ、うん、もう俺ら海沿いの山のとこにあったけど、うん、ブワーチャリこいだらこう今治市内に行けるんやけど、うわーみんなこいで、でとりあえず市内行って富士グランとか行って、富士グランっていうデパートがある、もうそこ行って、もうマックめっちゃうまい、寮入っとる時のマックもうみんなもうマック食いてえなって言うたよ、もうそのマック食いてえなーって、お前何みたいな、エビフィレを、あーお前エビフィレ、もう量暇だけどそういう話で盛り上がるわと、あーみたいな、俺
うわーみたいな。ほんもう休日でうわーってぐわーうめーみたいな。ほんで映画館があるのそこに、映画館があって、フジクそこにこうみんなで映画見に行ってこうやってワンピース、ワンピース、ワンピースをこう並んで見たね俺らからね。もうとりあえず知らん人も見よったね。そう娯楽がもう足りてなさすぎて寮におるから。ワンピース普段見てないも。普段見てないのにこう見て、ああまあよかった、まあ、うん、まあわかる、まあわかる、強い強いよねとか言って。ゲーセンとか行くのその後。その後ゲーセン行ってね、プリとか取ったりしてね。うん、で、取ってそうだな。飯食って、うん、もう土日はもうほんまいかに娯楽を吸い尽くすかみたいな。もう寮は禁欲生活ですから、うん、寮の中は。なるほどね。もうほんと何にも、まあ、娯楽室っていうのがあるんだけど、うん、まあ、テレビが1台、古いブラウン管の、うん、あ、2台かな。2台あるんだけど、近いのよ、そのテレビの距離が。混ざるのよ。混ざる。違うの。そう、思い出した。混ざるんよ。こっちで感動的なドラマをね、こうやって見ようと、こっちからなんか、ホームラーンって聞こえるわけよ。録音あったしね。あの時、録音。料理いつのみたいな。あ、そうか、当時でもちょっと。10年ぐらいの前の。そうか、そうか、そうか。話やけん。10年ぐらい前、64! もうやって。マリオテニスとかやってた。あと、エロいビデオもあったね、当然、やっぱり量は。そうね。どういうでしょ、いや、娯楽室にあったもう、見ようっつって。見るやん、そんな、うん。誰、いつのかわからん。もう、むっちゃ古いわけよ。意味が、わからん。これ見ようぜ、もう。どんなタイトルよ、みんな溜まっとるから、すごい。なんかよくわからない。で、つけたら、ぶどう畑でやってて。やりながらぶどう食わしてたね。男の人が女の人。もうみんなもう、要は禁欲生活やけ、みんな。えらーみたいな。どこでわからない。あれ、別に普段家でみたいな。何しとんってなるから、ブドウ食わすの。もう俺ら、ブドウわブドウうわーみたいな、たまんねーみたいな。もうそういう禁欲生活だったら、そうなる。それ。なんなんそれ。今も気にならない。で、今もあるんだと思うよ、多分。あれをね、捨てる人はおらんじゃろうね、あれを。これ分かる人分かんのかな、分かると思う。ブドウ食わしたあれっすね、みたいな。もうでも、そんなよ。だけど、寮の。ビデオデッキがねえか。うん。でも、寮生活の時は、もうほんまにとにかく騒ぐ、俺らで楽しみを見つけるっていう。で、風呂も大浴場でみんな入ってね、でうわー言って騒いで、ずっと騒ぎよったね。大浴場なんだ。風呂もね、はぁみたいな。もう最初だけやと思うやん、入学して騒ぐの、うん、最後まで騒いとったやつもったね。うわーみたいな。もう金玉パーン出してうわーみたいな、最後まで。一年ぐらい経ってもまだいけるみたいな。飽きもせず。そう、まだ風呂で騒げるみたいなね。おった。もう2年だからね。2年だし、船行ってたってことか。まあ船も行っとったりするし。あとサッカーとかみんなしょったね。グランドがあるんでね。あ、グランド学校じゃけグランドがあるんよ。でサッカーとかみんなわーしょったけど、俺も当時からサッカーも全然できずね。まあ球技全般ダメだから。もうほんと結構みんなガチじゃけ。俺もう入れず。こうヤジ飛ばすだけだね。見て。あ、下手くそやな言って俺はやらず。でもそんな生活でもめっちゃ楽しかったよ。部活はあんの？部活カッター部ってのがあったね。はい、カッター。分かる？カッターってこう、分かんない、こう漕ぐやつ。カッター分からん、うん、あ、そうか、カッターっていうボート部的な。ボートとはまた違う。で、船があって、それを20人ぐらいで乗ってぶわー漕ぐんだ。俺ら授業でもやるんだけど、カッター訓練って。うん、要はこうなんか分かんないけど心身鍛えるみたいな。もう良くない、船は。え、いや、もうそうよね。なんか陸地のなんかそういう部活やらしてくれるよ。カッターでこう、こぐんだけど、何がきついかって、カッター普段陸の倉庫にしまったの。うん、それを海まで運ぶのが一番鍛えられる、みんな。ほんで、やっと、ザバーン。うん、じゃあこぐぞ、言うて。もうええやろ。もう頑張ったやん。置いといてくれよ。もう鍛えられたよ。ほんでみんな漕いでね、ああ思い出した。カッターの訓練で、ね、流れがすごい早いんですよ。俺が、その学校があるのが、今治なんだけど、今治に来島海峡という海峡があるの。はい、そこはものすごい潮の流れが速くて有名なんだけど、うん、もうほんまプロの船乗りでも、ちょっと操船が難しいっていう。やばいじゃない。すごいよ。鳴門海峡とか有名だけど、はいはいはい、もうその来島海峡も、もう潮の流れが速くて有名。すごいよ。もう人が泳ぐよっても、多分北島康介選手でも泳げんね。持ってかれる、ね、持ってかれる、もうずっと運ばれるけ。そこで俺らカッター訓練だけ。一回流されたことあるね俺ら。
もうどうにもならん。何人ぐらい乗ってんだけど、ね、20人ぐらい。20人ぐらいで回す。うわぁ、ね、教官も最初は、はい、こげーみたいな。流されてるぞーみたいな。あ、みんなちゃんとこげーみたいな。いや、そういう次元じゃないわけよ、もう塩、ぐで、俺らも、うわー言うて、いや、ちょっとやばくねえかみたいな。どんどん陸通るから。やべえ、やべえ、やべえっつって、うん。で、教官も、お、ちょっと待てよ。ちょっと待てよ、みたいな。ちょっと待て、物が違うぞ。なんとかもう、ぐー言うて、もうあの時マジサバイバルだったの。俺ら、やばくねえ。なんとか岸にぐー寄せて、岸のなんかよくわからん、もう、なんか木とか生えとるとこにガーってつかむ。みんな、言うて、そのままなんか、一人が上上がって、で、ロープを、で、ロープでクッ引っ張って、その、元あった岸までこう、ああ言うて。すごい、ね。で、こっちもこがんといかん。あっこいで、頑張れみたいな。あと500メートルとか言って、すごい、あの、できるやつが、勉強できるやつが。これはね、みたいな。潮の流れがこうだから、みたいな。こう、いろんな知恵を出し合って。知恵を出し合って。あれ、何やったあれ。もう終わった後みんな死ぬかと思った。で、それを運んで倉庫に。で、倉庫に運んで。最後教官が俺らに言ったのが、うん、ありがとうっつって。なんで君たちのおかげダメだと思った。もう無理だと思った。俺も首が取れた。俺もこんなことを起こしちゃって大変だったけど、お前ら頑張ってくれて。ありがとう。なんか、2、3個飛んでないそのなんか。今日はありがとう。無事でよかったとかじゃないよ。もうほんとみんなのおかげでね。私の首もね、そっちの話先にしちゃうんだ。私の首もね、飛ばずにしましたみたいな感じ。もうそんなことばっかりやろうたら、絶対一言目じゃねえだろ、ありがとう。すごい疲れるんじゃけ、あれほんまにね。今もちょっとなんか疲れてきたね、もう。でもね、ほんま自然豊かでいい学校でしたよ。立地的にはだから海の近くなわけ。海の近く、うん、で、海で訓練もやるし、うん、あの、黒島っていう船があってね、うん、まあ20-30メーターぐらいの。それ乗って、ちゃんとあの、疑似航海、疑似訓練みたいな、やるんだけど。うん、まあ、それはね、まあ、人数が多すぎて。もう俺とか後ろでも、やってる顔してただけやったから。もう、やってる顔うまいから。うまそうだけど。いや、そんな感じですよ。月曜日から金曜日はもう授業、訓練。うん、で、土日は、チャリ爆走して。あ、そうや、伝えがあったんよ。あ、ゲオか、ゲオ。ゲオ、うん、ゲオがあって、うん、で遠いんよそのゲオ。チャリで1時間以上かかるかな。半端じゃないじゃん。でマジ？でもどうしても見たいっていう、ね、映画どうしても見たいっていう人が、娯楽に対しての熱意、熱意が何やったかな当時。ほんまなんかねえ、ほんまハリーポッターとかそういうの、ちょっとハリーポッター見たいから借りてくるわ、勇者みたいなやつを。これだって一人が行くの？いや、もう2、3人で行くんだけど、うん、そのもう、すごい扱い、もう、リュックしょってね。チャリ、1時間ぐらい。いや、もう、学校終わり。学校5時ぐらいに終わるけん。うん、今から、ちょっと、ギオ行ってくるから。ちょっと借りてきてくんないとか頼まれて。うん、ちょっと、すごいわけよ、もうそいつ。そいつに頼んだらもう、ワンピースちょっと。漫画もあるけん。漫画。漫画も貸したし。でかいリュック持って。俺、フェアリーテイル借りに行ったことあるもん。どうしてもフェアリーテイル読みたくて、学校終わりにリュックしょって、1時間超えてフェアリーテイルを入れて、15巻ぐらい。で、クッカー帰って、っていうのすぐ読み終わる。で、次の日また、学校終わりに、こう言うて、フェアリーテイル、また次中。何あれ？なんで一泊二日で借りるの？一泊二日。なんで？金ないけ。いや。じゃあ、満喫行くとかいう考えなかったの？なかった。土日とか。いや、寮で借りてきたらみんなが読むけ、ワイワイ。ああ、そこみんなでお金出し合って。いや、俺、フェアリーテイルハマって、レイブまで借りに行ったな、レイブ。あ、同じ。同じ。レイブも、借りに。もうだから、ほんとに、ね。だあの、ゲオ行くやつは勇者だったね。だ楽しかったですよ、ほんとに。いや、まあまあ、楽しさは。いや、ほんとに、正直最初の1、2ヶ月はきつかったけん、うん、俺は辞めるってね、3回ぐらい実家に電話したかな。で最初は3週間目で。で、辞めるっつって。で、本当にきついと。うん、もうほんまに辞むと。これまずい。辞めるっつったら、親は、いや、待てと。もうちょい頑張るよと。ちょっと、とりあえず土日行くわっつって。え？来てくれた、うん、広島から。優しいよね。親二人が車で。どれくらいかかんの？いや、もう高速で3、4時間かな。結構かかるね。で、俺を乗せて松山まで行って。うん、あの愛媛の、ね、県庁所在、今治から車でさらに1時間ぐらいかけて行って、お兄ちゃんが大学生やってたっけ松山で、お兄ちゃんも入れて、で4人で、まあ、妹は留守番しとったけど家に、
4人でなんかこう飯行って、で励まされて俺も頑張るわっつって俺も頑張るわもう涙が最後あれね切ないよ。親がねもう今治で俺を寮にで降ろして帰っていくんよ。わマジ切ないあれ。もう俺も寂しさ紛らわすために、うん、ゲオにこう行ってそっか行って呼んででまた2ヶ月後ぐらいに親にやめるわっつってちょっとあだけどスパンはちょっと、うん、頑張ったけど頑張ったけどもう十分やったと6月ほんま6月の最初ぐらいかな覚えとるやめるっつって待てよとまた土日来てお前飯食いたいだけじゃないかで連れてってくれ てくれてで頑張るもういいよ2回それ3セットあったねでまた夏ぐらいに夏はね夏休みで地元帰ったよ、うん、地元帰った時に親にだって夏休み終わったら戻らなきゃいけないわけよ寮にそれが一番きついきつすぎるじゃん1ヶ月地元でわー遊んで、うん、で帰る前にやめるっつって、うん、ダメだちょっと乗せて俺を松山まで行ってまた。そのルートなんだ。それ嘘やけど広島地元おるけ地元でもう励まされて。4時間戻ってる。励まされて。で夏休みからね、うん、戻って逆に吹っ切れて。うん、なんでさそもそもさ辞めたいなと思ってたの。その単純に生活がハードすぎたとか。生活ハード。俺のメンタルが弱い。うん卒業しても俺船に就職する気がなかったんですよ。あもう芸人になろうって決めとったっけ。だから芸人になる代わりにまあそうね俺が高校出て芸人になりたいと親に言ったら、うん、いやいやあの何も武器がないからって、ねうん、とりあえずもういろいろ修行も兼ねて資格も取るよ、うん、でそこ卒業したらいいよって言うけ、うん、で受かると思ってなかったっけね、うんまあ、倍率も3倍ぐらいあったから、うん、で受かったっけそもそもだからその船のに対するモチベーションは高くないわけですよ。そうかそうか、うん、興味あるかなぐらいでそこの学校出たら、まあほぼ全員船乗りになるの、はいはいはい、ほぼ、うん、もう全員俺の周り、うん、全員やっぱ船乗りやっとるね同級生はそっかうんもう一人辞めとるから、うん、で俺もねそういう学校じゃけん、うん、もうやっぱり言えんなとか思っててね自分がね、うん、だってもう教官もお前たちは立派な船乗りになるためにみたいな感じで言うから、うん、そんなことじゃ船乗りになれんぞみたいな、うん、俺は違うのかなとか思いながらもやっそこもやっ結構辛いじゃんこれはでもあの夏休み終わってこう、戻って学校に、うん、友達に俺結構喋ったよもう、うん、いや俺実はさみたいな、うん、芸人になりたいっつってこれ卒業したら俺芸人になろう思うとよみたいな、うん、みんなめちゃめちゃいいじゃんみたいな、めっちゃいいじゃん俺らもそんな別に船乗りになりたいなんて思ってる人もおるかもしれんけど俺は別にもうそのなんていうか親に言われたから来ただけはみたいな人も結構おったりしてそういう人もいるおって、うん、でいや金儲かるから船乗りになりたいに決まっとるやんみたいな、まあ、結構そういう結構軽い気持ちで、うん、そこまでガチガチなじゃないのよなったのに気づいたわけだでそっからもう楽しかったねめっちゃ楽しかったね友達とうわー言うて部屋集まってそういうのがあったのかあったあった葛藤がな、うん、そんな話しながら俺寮長やっとったけんねちょっと待ってくれよ実は、うん、いつからよ4月から、寮長寮長が帰りたい帰りたいって言ってたの、うん、いやなんで俺寮長になったんだろうなんかね寮長やらないかって言われて なんでだろうね分からん、まあ、成績良かった全然まあ結構こう発言したりしょったけどみんながおるとちゃんとしたいやふざけて結構ふざけお前ちょっとオブラート包むなよいや最初からずっとふざけとった発言とか言うとなんかすごい いやもうずっと質問授業の質問とかいやほんまずっとちょけとったけあ寂しいやめたい言いながら、うん、明るくちょけとったけそう裏ではそうだったかもしれないけど、うん、もうだけど、うん、こいつ寮長に向いとんじゃないって言われると思われたね。ちょっと明るくて、まとめそうだなって。そうね。で、なんか一応選挙みたいなのもあったね。で、寮長になって、別に何にもしてないね、俺は。寮長何が、まあ、寮の何風紀を保つ。風紀を保つ。で、寮の、要は、まとめ役というか。何もしてないね、これ。もう何もしてない。ね、一回ね、要は、俺ら18歳現役で入った人がほとんどなんだけど、うん、要は仕事辞めて入ってきた人もおるわけよ。うん、大学卒業してとか。はいはいはい、だけど20歳、
一番上で27歳ぐらいの人がおったから。そんな言ってからも、そうかそうかそうか。そう。まあ、一番多いのは俺らと現役の18歳だけど、その25歳の人とかもおったりして。で、その人が、なんか、風呂出た時に、要は湿気溜まるから窓開けてほしいと、脱衣所の。これちょっとみんなに周知してって言われて、で、俺が、この、要は、あるわけよ。最後、点呼みたいな集まる時、夜寝る前に。で、その時に、風呂上がった後に、ちょっと開けてもらっていいですか。これが俺の一番でかい仕事やね。もう。それもその、年長。いっぱいやったね、それ終わった後。何をいっぱいやった。もう一仕事、やった。ああ、寮長やな、さすが。ファンタで。ファンタで。先生とかってどうだったの先生。先生、うん、あ、教官。教官って言うんだけど。それはその、船乗った時の先生と同じ人？全然違う。あ、違う？違う教官がおって。で、まあ、全員、なんてやろう。教員免許持っとるわけじゃないけ。全員元船乗りなんですよ。あ、免許ないの？うん。なしでなれんの？なれる。実際俺も今4級だけど、3級持っとったら、3級じゃけ1級上取れば、そこで教官もできるわけですよ。まあ多分履歴もあったかな。何年乗ってないとできんとかもあったかもしれんけど。まあそういう感じで、元船乗りの人なの。あ、そうなんだ。そうそうそう。じゃけ乗りも、教育者っていう感じでもないのか。教育者って感じじゃなく、上司、先輩って感じ。あ、要は仕事の上司に近いんかな。ちょっとこれは異色の短期大学だな。いやでもまあ専門系って大抵そうやろ、元経験者が教員免許とかはないはずで教えてくれて、じゃけ結構めちゃくちゃなわけよ、お前やろやめみたいな、もうその中学校とか高校だったらちょっと先生がそういうこと言っていいんですかみたいな言われることが、お前やれよお前とか。先輩だもんな、ただの。俺だって夜電話しよって、電話しちゃダメなんよ夜。え、もうなんかうるさいっつって寮で、で怒られて、教会にね、お前おいみたいな、お前電話すんなよお前な、みたいな、もうここ先生の怒り方じゃないわいいか夜電話しちゃダメだぞみたいな、先生迷惑かかる、おいお前電話すんな肩とか殴られそう、お前行くんじゃお前すいませんつって、で朝迎えるやん、で朝掃除しよったらその教官がまた来て、ああ寝れんかったなみたいな、あーなんかイライラするわ、お前昨日電話しとったやろ2回目イライラしてるから寝れなかったらお前のせいちゃうから。あと60過ぎの教官がおったんだけど、その人はねすごい人でね、武道家なんや、空手も柔道もやっとる、もうすごい強いわけよ。18歳の俺らでも太刀打ちできんぐらい強い、要はまあ60過ぎの人で、でまあ若い頃外交船世界中を回る船に乗っとって、戦地にも物資を運んだりとか、あと海賊とも戦ったことある。え、海賊出るの今でもね、まあ、海賊船もバイキング的なのじゃなくて、じゃなく、もうそんなこんなんじゃないよ鳥が乗ってこんなんじゃないけど、もうもうマシンガンとか持って、ロケットランチャーとか持ってくるような物資とか奪いに来る海賊と戦ったりしてね、なんか機関室に誘い込んでスパナでパン殴ったり、その教官海賊がつまみ出した。すごいよ。電気の先生だったよ。電気っていう授業があってね。要は電気系統。要は機関室っていろいろあるわけよ。クチクチクで系統こう線をこうあるじゃないですか。その人がこう電気の授業じゃけ、なんか持ってくるわけよ、プチプチってやつ。電気を発生させるやつを。でなんかそのあれバッテリーつないで、つないで電極が2つあって。そうそうそう。あれ持ってくるよ。で授業中寝とる人おったら、え、はい、パチパチって、はあ、いやいや、これ大問題ですよ、こんなの今やってたら大問題。いやでもね、みんな好きだったね、その先生のことは。びっくりじゃない、親も電気を流されましたでしょ、ああああああ笑って、で俺らもやられた方もみたいな。いや、すごい教官だったよ。これ10年前だよね。10年前。すごいね。いや、そんな強くない。ほんま、静電気ぐらいなんだけど。それはもう強いのやったらやばいけど。で、その先生のテストがめちゃくちゃ難かったね。意味わからん。習ってないこととかバンバン出して。取れるか、何やこれっていうようなテスト。なかったよね。めっちゃ破天荒な先生でね。その人に一回俺、寮のクーラーが7月1日からじゃないとつけんのよ。つけんっていう決まりない。6月の後半、暑いじゃん。で、雨降っとるけん窓も開けれんし。寝れんわけよ、ジメジメして。
で俺がその教官室にそのね、うん、教官おったっけ、うん、その、うん、この、うん、破天荒の、うん、で俺が言いに行ったよ6月の28か27、うん、もう俺ら集まって全員これちょっと暑いわ6月後半って、うん、もう夏やでこれは初夏ね、これクーラーつけんのおかしいよ、うん、で俺領事言ってくるわ俺が今日教官誰って言ってあの教官がみたいなお前任せろみたいな全然ちょっともう言うわこれこんなん体壊すやろこんなんみたいなどうも言ってで後ろから何人かこう見よってで教官室行ってトントンって言ってはいガチャッと開けてあのちょっと暑いんでつってちょっともうみんな寝れないと思うんですよみたいな何がいや何があの暑いんであのクーラーをつけてください要はで7月1日からつけるっていうのがまずそもそもおかしくてみたいなもう暑ければつけたらいいんですよすごその7月1日から急に温度が上がるとかそんなんじゃないじゃないですかね急に7月1日はいこっから夏ですじゃないんでこれつけてくださいもう一回言ってみって言われていやもう一回言ってあのだから暑いんでクーラーをつけてくちょっとグー首絞められて落ちる寸前までで俺はああいい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 らんクーラーいらないですクーラーいらないですほんならせやろかい教会室バーン戻ってってで俺後ろからみんな見よるみんなもそりゃそうやろみたいなみんなからしたらなんか遠くで俺が首持ち上げられとるのあ無理だなこれは部屋戻ろう部屋戻ろう無理だ無理だ下手に見てると思うよそんなな熱くないよなやっぱちょっと無理がもう全然ねもうあったね7月からだなやっぱクーラーはえそ教会室の中はさどうなのクーラー教官室、いや、くじ、締め切っとったけど。でもその教官ずっとバキ読んどったね、教官室で。60過ぎなのにバキをずっと。すごい破天荒な教官だったね。バキ読んでっから、そのバキ。やばいんだけど、力。ほんま60過ぎであの力すごいよ。もう、俺ら18歳、20代でもあれ勝てんね。もう定年されてんのかな。まあでもね、亡くなったね。3年ぐらい前か連絡入ってきたね。でもねその教官ね最後のね卒業式前か、うん、卒業式前にレクリエーションみたいなのがあって、うん、でみんなでお菓子お酒飲めんけんね、うん、お菓子飲みながらこうジュース飲みながらなんか出し物とかして、うん、もう卒業式の3日前ぐらいよ、うん、ほんで俺ねコントやったんよ友達と5人ぐらいで、コントなんか口述試験面接のなんかパロディみたいなあ、その、なんていうの？いや、その国家試験、国家試験対策、そう。国家試験対策法を言うて、対策、つって、もうなんか、めっちゃふざけて、それがバカ受けして、うん、ほんならその教官が俺んとこ来て、オレンジジュース注ぎながら、いやー、お前辞めさせんでよかったわ、つって言われて。辞めさせる可能性が。あ、途中あったよ、いろいろ。俺ちょっと、途中定額なっとってね。なんでそんなのしないんだ？いや、もう、これややこしくね、俺ヨーロッパ一周したじゃないですか。うん、その、船降りて。うん船の訓練終わって20日間休みの時、20日後に、いわゆる訓練船降りて20日間休み、20日後に今治の学校戻るっていうスケジュールで、うん、その20日間でヨーロッパ一周したんですよ、19歳の時。で、俺帰り間に合わんかったんよ。学校の、この日に学校来てくださいっていう日に。なんか間に合ったみたいな感じだったけど、間に合ってないの？間に合ってない。あれ、3日ぐらいオーバーしてる。で、俺はね、まあいいだろうと思ってたよ。うん別に3日間休むのと一緒じゃん学校だけど連絡行ってないでしょだって連絡はしとるそしたらかなり大ごとになったらしくて、うん、向井これはやばいぞみたいになってでもう教員で会議開かれて、うん、ちょっと処遇をどうするかみたいな要は船で時間を守れない、うん、これはもう致命的だと船出ちゃうじゃないかとね要は学校に戻る時間も守れないやつが船の仕事つけるわけないと、うんで言われて滞在なんだそれは滞在俺はそんなこと知らずちょっと遅れますぐらいの感じで言ったのに大問題になったらしくてだからちょっと遅れますよ3日おかしいけどその時にその教官がちょっとややこしい60代歳の教官が大学でしょって言ったらしくてこれは大学でしょもうそんなんもう前代未聞なの大学これはつってでも俺の担任が当時いろいろ聞いてくれたってよくしてくれた担任がいやちょっと待ってくださいつってちょっと次なんかあったらちょっとって言ってくれたらしい、そのが大学ですよと言ったのがその破天荒ななるほどでうちに電話かけてきて、うん、実家お母さん出るやんうちの母さん、うん、そしたらその教官のわけよ破天荒の海賊と戦った教官うちの母さんがはいみたいなめっちゃ怒られたらしくてどうなってるんですかみたいなありえないですよこんなねみたいな
いい加減にしてくださいおかんもびっくりするぐらい怒られたらしくて、この年になってめちゃっと怒られたら私みたいな、さすがの教会がすげえなーと思って、でなんとかもう学校戻ってね、で卒業できて、でそれがあってからの最後俺の出し物を見てめっちゃ受けて、その破天荒な教官がお前辞めさせんでよかったわってついでくれたけ、結構熱い話なんですよ。これすごいな、その顛末なんだね。そうなんですよ、まあ、だから結果的には俺はもう人生でも最高の時間を過ごしたかなとは思うね、あの時間は。いやだから辛いこともあり楽しいこともあり、まあ辛いことがあったけんこんなに鮮明に記憶に残っとんかもしれんね。まあ、そうね。普通の大学生活、当時はもう大学生羨ましくてしょうがなかったけど、うん、まああれはあれでよかったね、俺のね、この2年間は。まあちょっと、あんまり共感はされないだろうけど。まあでも、ちょっとまあね、あまり世間では知られてない世界なんで。確かに。まあちょっとでも興味があれば皆さん調べてみてください。20代でも全然入れる学校なんでね。そうかそうか、試験をクリアすれば、はい、すごいもんね、いっぱい資格取れるからね、いっぱい資格取れて、あと安いんだよね、国立なんで安い、とにかく学費が安いっていう、うん、まあ別にPR 動画じゃないですよ、これは俺の思い出を話す動画なんで、うんうん、まあ、このね、指標にして、そうですそうですそうです、そういうのもあるよってことですね、うん、というわけで最後までご覧いただきありがとうございました。 Enjoy your life、 皆さんも楽しい生活を送ってってください。